始まりました。すみこのやばい帝国。はい、今回はなんと、前田明チャンネルから、前田明さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。い前田さんはものすごく博識で、しかも神秘体験も。ものすごい数があるじゃないですか。いやオカルトは大好きでね, <laughs>、はい、ね。オカルトの本全部入れたら、多分千冊がありますね。千冊。オカルトの本だけで。うわ。 <え>その分野で呪術系は多分200冊ぐらいあります、ね。<laughs> 呪術系が200 2 0 0 2冊。残りの8割は何系なんですか？あとの8割はもうなんかいおい、やれ哲学だドキュメンタリーだなんだってなんかわけのがわからんいっぱいあるもんすうん。一番あの興味のあるオカルトとしたら幽霊ですか？それとも宇宙人ですか？いや一番興味のあるオカルトって言うとあの人間の能力開発的なああ。は。 ヒギって言うんですか。はい。ヒギあそう。うん。あっちのんじゃね。あの秘伝とかですよね。あ、月光秘伝とかもいろいろ。スミスかな。やばい帝国。私も超人になりたいというかあの超能力が身についたらいろいろ楽だなとも思っていろいろ丹念してるんですけど、なんかおすすめってありますか。おすすめですか。瞑想。瞑想はもうやってます。瞑想って二種類あるんですよ。はい。 二種類、え、ウッパサラー瞑想って言って、呼吸に注意をしてってやれるのと、はい、あとマントラをずーっと捉えイしてるのと、はい、その二種類をやったからになるんですね。<ー>で、ウッパサラー行く前に、はい、そのマントラだけでやる瞑想をずーっと積み上げなきゃいけないんですよ。はい、いやあの超越瞑想とかそっち系ですよね。超越瞑想あ、はい、あ、もうされてらっしゃる。やってました。超越瞑想からやったんですね。ああ、そうなんですね。はい、さすが。 でそれをもう何年間ぐらい続けられるんですか。だからチョイスミスちゃんちゃんとあのマ、ー、ハ草原って習ったんですよ、ちゃんと。ああそうなんですね、はい、本人から。で行って習って、それが二十七歳ぐらいの時だったかな二十六とか二十七とかその時ですね。へえそれを続けてこの日本の、えー、瞑想をすることで超能力とか直感が高まったりするんですか。あとあとねなんかあとねあのー。 バラ十字会してます、バラ十字会。はい、あそこのテキスト、はい、結構面白いですよね。ああ、なんか結構その呪術的なこと書いてあるって言いますよね。あと能力開発のはいと言ってたけど、能力開発、あとシュタイナーもやりましたしね、シュタイナー。あーまあ、大体や、<laughs> 何が芽生えましたか、一番。 何が芽生えてて、るのかってまだね、自分の中で結論ついてないんですよ。はい、結論ついてないっていうかちょっと認識できないんですよねなていうかねで突然突然芽生えることがいっぱいあって、はい、今はなんかね夜夜こうやって寝るじゃないですかベッドに、はい、ベッドに寝て電気消して目つぶるでしょ、はい、目つぶるとも目つぶってるの部屋の中が見えるんですよええー、やばいやばいいやほんとに部屋の中が見えるんですよちちゃくちゃ、く、ね、やばい。ほんで、見えるんだけど、はい たまにね、いつも見てる部屋の中の風景と違う風景が見える時あるんですよ。はい。なんか、はい。見たこともないような、はい。見たことない風景が見えると、これあれはどこなんかなっていう例、ね。全く家とは別の場所。はい。別どうしよねどんな感じの場所なんですか。いやもうそうそういう豪華なところでやったり、自然なんかなんか自然の中でやったり、なんかもういろいろですよね。なんかここはなんかジーンとかそういうところなんかっていうところもあるし。夢ではないんですよね。夢ではないです。もうもうパッと目開けたらもう。 もうそのててるっていう感じで目つぶって真っ暗なので目をつぶってまぶたのをずっと見てると、はい、まず部屋の中が見えて、はい、でそれ見えてるだけでそれと何もない時もあるんですけど、はい、たまにパッと目をつぶって見てるうちにだんだんこう景色が変わってきて違う景色になるみたいなねなんでしょうねそれ、うん、もうだからイメージトレーニングとかもたくさんされてるからそれがもうまぶたに浮かぶレベルだからユミシンかあるじゃないですか、はい ヘミシンク買ってきて、はい、よーしユータリーダするぞーと思って <laughs> やったら <laughs> やったら全然できなかったんですよ、はい、ほんならヘミシンクやってる人の中に、はい、ヘミシンク買ってやってもユータリーズできなかった人こうやったらできるよって本がいっぱいあるじゃないですかはいありますねでその中の本の一つに、はい、今俺が行ったあの夜ベッドに置くて目,目をつぶっても部屋の中が見えるような、はいはい そういう経験をした人ある人はこうしたらいいっていうのがあったんですよ。えー、そんなピンポイントで。あ、ピンポイントで。あ、これだと思って。で、でそれやったら、はい、あの誘拐りやつ完全にしてるんだっていう実感はないんだけど、はい、ちょっと不思議な体験。はい。ちょっとあ、こういうものことを体験できるんか、こういう人とは会えるんかみたいなのはありますよね。はい、えー、ちょっとあのむず。 教えていただけないですか。宮本武蔵やったことあります。宮本武蔵。すごいですよね。これ前田明チャンネルさんの方で詳しく、あのお話が聞けるんですけど。ちなみに、その。何をされたら、言うてるやつできたんですか。でも、それで、ちょっとね、あんまりちょっと。言いたくないんですよね。あ、自慰行為とかですかもしれい。やいや、そんな。そういうんではない。はい。あ、言えないやつなんですか。いや。それや。 できっかけはああこれやってこの方向でやったら勇退しそうだなっていう予感があったんですよね。予感、はい、あったんですけどでもある程度行ったらなんかちょっと満足できないようなあれだったんで、うん、それからどうしたらいいんだろうと思ってもうやれしたいわゆる死なんだバラ十字だっていうかひっくり返しこうやって見たら、はい、あっ,っていうのあったんですよね。はい。そそ言えななやつ、で<す>なんです、ね、ですす。ね。ああ、じゃあそれはちょっと、あの、はい 自力でで探してとといいううこすすね、はい、ありがとうございます前田さんいろんなさまざまな呪いとか儀式にお詳しいですけれども、はい、一番最初になんかされた儀式そうです、ね、昔俺が高校時代にね鶴田二郎さんがね「はい、後ろの百太郎」と書いたんですよね。はい、で見たんですけどである日ね「わら呪いのお笑い人形」のやり方っていうのをね事細かく解説したんですよ後ろの百太郎の中で。 いほんでね <laughs>、はい、で俺友達3人と「あいつ乗ろうぜ」とか言うて「これこれ本当かどとかどうかな」とか言うて「たわこ吸いながらやろうぜ」<laughs> うな <laughs> ほんで笑,笑ってきて <laughs>、はい、<laughs> ほんでブサイクの笑いに行作って <laughs>、はい、<laughs> ほんで夜中の2時に釘さしてたのものっていうから「オールナイト日本聴きながら」<laughs> <laughs> ね「オールナイト」「まち針で」 やったんですね。はい。ちゃんと月例も合わせてね。はい。そう。あれ、新月からやるんですよ。確かね、新月。そう、新月の前からやるんですね。十五日目で漫画で。はい。やったんですよ。ずっとやってたってこと。ですか毎日。毎日。ほんだら。漫画になって。しばらくして。二、三日経って。はい。その先生、教壇で倒れ、倒れて入院しました。あ泡吹いて、倒れて。 それややっってたやったた人は、「おいい。悪 <laughs> 前田さん,やんもない <laughs> <laughs> 試<合>前に, <laughs> <laughs> 前になんかそういうなんかおオカルトって。 とかそういうのを研究している学者さんと、はい、えっと京都。東京大ースリっていう昔出し、出しだったんですよね、ねそれで、えー、っとね、その学者の名前って、なんだけど、小松なんとかかな、で行って、で。で一番下、どこにいますかって,言って、清宮神社行きましょうっつって、清宮、うん、神社行ったんですよ。誰、はいね、知ってます清宮神社。まあ、もちろん、あの縁切り神社。あのね、はい、本殿の奥入っていくるでしょう。はい、今でも、本当に藁人形、救急行って、藁<ー>人魚あるんですよ。<laughs> 今でも牛の国参り発祥の神社ですもんね今でも今でもやってる人がいる怖い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 でもだから聞くってことですよねずっとあれ笑人んよりんかその本人の髪の毛とかがいいね爪とか入れたりするって言いますよねでほら息先生がかこれ爪切ってるのか言って爪取ってたってほんですか 爪入れてたんですか。こってますね。ちゃんとよ。いや本当聞いたかとか言って。俺ね、多分ね。俺今真剣にね、あの呪いやろうとできるんですよ。なんでかっていうと、あの呪いの五符のズバいっぱい持ってるんですよ。 それは何系のあの豪婦なんですかあの日本の歴史的なあの日本も西洋もはいえ藁人形以外に試されたことありますか何か手術をいや試してないないことはないんですけどはいないことはないんですけどちょっと結果あれだったからあまりちょっと痛かったですけどああ結果が出てしまったということですね出てしまった、はい、うわだからもうちょっと もうあのこういうことやっちゃいけないなと思ってやりますよ、ね。ええー、それはその本を読んでやれば誰でもできるものなんですか。読んで読むだけじゃなくて、ちゃんとやる方も、ま、守らなきゃいけないから。はい。ご心法もちゃんと収めて。はい。でちょっとあのあのメディテーションしたりとか行、はい、行やったりとか。はい。何か何かの 自分の中にあるなんなんかの欲と交換にしたりとかしたりしたり,したりとか、そうですよね。いろんなあれがあるんで身代わりを捧げたりですとか。そうそうそうで今ね、今はそういうことやってないんだけど、はい、あれ、ね、最強のアイテムをね、もう揃えたんですよ。<laughs> はい。でなかったら、ね、教えてほしい。はい。ご封鎖の時、炭、はい、がいるじゃないですか。はい。炭<隅>。はい。もうね、これはね。 俺が持っている炭はね、はい、最強の炭なんですよ、そういう方面。へぇ普通の炭じゃないんですかなんかしてます比叡山の根本中道あるでしょ、はい、あそこに、千何百年溜まったススを取って炭にしたやつ。へぇ<ー>すごいでしょう。すごい。もうん、それでやったら、もう、バカってかだけでバカになっちゃうでしょ。ああ、本当ですかいや、本当に。本当に ほんでね <laughs> でそ同じ炭を,をあのさっき言った日蓮宗の行者さんにあげたんですよはい。すごいって聞くええー、その炭はどうやって手に入るんですかいや、あ,ある炭のメーカーからこうやって出たんですよねはい。あの、コンボチュードのすすで集めて作ったっていうのははい。それもう限定限定で何,本何十本か何,何百本かしかなくてはい もう多分もう売れちゃってるのかな売れ,売れちゃった売れちゃったりとかななえ根本根本何すす根本中道根本中道はい冷泉根本中道根本中道スペースつぶってるからできスペースすねあれ, <laughs> あればね <laughs> 欲しいですねそれでも使い方間違えたらやばいですよねでもで,でもみんなねみんなみんなそういうの気がつかんと 普通に主人使ってますよそれはだってあれですよねメーカー的にはいいところで作ってますよっていう商品なんですよね。い、うん、いに使えますとは言ってなだって普通さオカルト言ってるやつから見たらさ千何百年間さ比叡山の延暦寺で,で,でさ菜種、はい、油のすすがさたまってあとお香とかさでいろんなカジキと植ったわけでしょ。はい、でその時のいろんなすすもたまってるわけじゃん。はいで 効力がないわけないじゃん。ないわけないですね。ないわけないじゃん。はい、四万円。四万円。これですか、書道用具ですよね、これ。あ、そこ、これ、これですね。四万円なら買いますわ。え、だって、それで、何でもできるんですよね。<laughs> 最強になるんですよね。あ,あ、これ、これですね。買う,買,う買う、買う,買う、買う。あ、ちょっといらんこと教えな <laughs> 値上がりしますねこれこれ発表しちゃったらなくなっちゃうよそうですねすぐ買います買ってからアップした方がいい今日買う今日買うほんでねあとねあの五分にあの種目も使うんですよはいまあ朱木は終わり方手に入りやすいんだけど気をつけなきゃいけないのは本当に水銀でつ作った水銀で作ったはい で本当の仕事っ重いんですよ、持ったら。あ、そうなん。寿司っ,って。へえ、それもおちそ,それも。え<ー>。なんでも。何でも。すごい。でもインフにも使えるんですよね。人呪うだけではなく、え例えばどんなことに使われました。インフに。ところひでが、あの。あのー、ヒーローズで。ブラジル人ってやったじゃん。あ、はいはいはい、はい。あの時にところ必勝の工夫作ったもんね。

ありがとうございます。うん、<laughs> あとあのパラレルワールドのお話伺ってもいいですか。パラレルワールドねなんかね俺プロレスに入る直前の高校生の時に、はい、あの不思議な体験が三回やったんですよね。はい、でなんかっていうとそのタチはもうなんかやったやった頃は、はい、あ事故ったんだけど知らなくてよかったあの幸運だったなって思ったんですけど、はい、後々考えてみると 知らな,な,な,ないわけがなかったのになんで知らなかったんだろうみたいなねあるんですよね一番最初に経験したのは「うん、半ん道路で」で、はい、大阪と奈良をつなぐ道路で、はい、昔のあの弓道ね、はい、当時1976年とか5年とか頃うん、うん、で「あの道」っていうのが、ね、当時のオートバイのやんちゃの兄ちゃんがこうやってビンビン飛ばす大好きなちゃったんですね こうカーブが続くところでなんかねこう左カーブをこうやって倒したら前に走るトラックからな何か,か,か光ってるものが落ちたんですよ、はい、でポーンポーンと跳んできて、はい、でトラックからなんか落ちてきたって危ないことがいっぱいあるんですよね、はい、例えばなんかこう硬い石だとか、はい、鉄だとかそうですよねその当たったらもう、うん、終わっちゃうじゃないですかはいなんか車でもフロントガラスパーンと当たったりするぐらいだから。うんうんうん あっと思って倒した時にガッとブレーキ踏んだらバランス崩して横のガードレールにバーンとぶちゃったって自分の体が反対車線の方に飛んでいっちゃったってで伸びちゃったんですよね伸びちゃったんですよほん,うん、うん、で,であそこねその,その時はもう夏だったんで,で車通りもすごいある時なんですよねだからこうやってパーンと飛んでうわーっと思ってうわー反対車線に飛んでいっちゃう と思った瞬間にキュープしちゃっちゃったんだけど、はい、はっと気がついたらもうなんか日が落ちかかってるんですよね。うん、え何時間も伸びたの？そう、でいいことないですね。と思って、でで大手は終わったと思ったら二十メートルぐらい後ろの方にこう転がってるし反対させんね。はい、そのまま。そうで車にも惹かれなかったし、その何時間も伸びて,て誰も通報してくれなかったから。そう, <laughs> そうですよね。<う>放置。ななんでかなと思って思ったけど、そんな起きようと思ったら なんとか起きれたし。はい。車のハンドルこんなにんっつったけど、なんとかなんてかやる、なんとかやたんですね。その。そう。だれも。変な話ですね。昼間だったのにもう日は落ちかっていった。って言ってると、その何時間も大阪と奈良を結ぶ幹線道路で。なんでそのだったから。誰も通報しないのはちょっとおかしい。で、すあともう一つは。俺、よ、まあ四十号線でね。はい。 なんかもう当時はもうすごい一人暮らしが多かったんで、はい、もうアルバイトして暮らして一人暮らししてみたいなでもくたびれちゃってでちょ,ちょっと気晴らしにあの和歌山の海岸沿をしてる42号線でよく走ったんですよこ中、うん、走ったんですよねでこれ走ってる時になんとなくパッとこう見たらなんか踏切があって、はい、あれって踏,踏切だと思って、はい、で見たらなんかなんか貨物列車がわーっと来るんですよね、はい、来るからなんかこうやって。はい あこの位置から思い切り飛ばしてあの貨物列車でと飛び抜けられるかなと思ってうわってやったらうん、うん、踏切過ぎる瞬間に、はい、瞬間から覚えてないんですよね。まさか。全然覚えてないんですよね。うん、で、そ,れその時もなんかねハッと気が付いたら朝日がるり上ってきている時だったんですよね。ということは汽車,汽車に当たったっていうことだから。はい 汽車に当たったんですよね。当たったんかな。でもでもオートその時もオートバイはそんな走れないぐらい壊れてるってわけでもなかったんですよね。なんかひっくり返ってそのままずっと引き傷れたような傷みたいな感じで。まああったんですか。あっじゃあ跳ねられてますね。多分。でででででで俺俺自身はそのオートバイよりも先にやっぱりやっぱりもう何二三十メートル飛んじゃってるんですよね。でまた伸びてて何時間も何時間もっていうか。 ほんでね今日こう来る時に、はい、あの場所って一体どこだったんだろうと思って、はい、Google マップでねこう調べたんですよ、はい、ほんならびっくりすることがあって何かあったら42号線って、はい、あの規制線と並んでこう走ってる道路なんですけど、うん、踏み切ないんですよ。 じゃあパラレルの、もう存在しないはずの踏切を見ててたっいやほんでだからいや今はなくても1976年とか五年の時あったんかなって思ってちょっと遠隔いろいろ読んでみたんですけど踏切がもしあったとしたら、うん、あの42本線が二級国道だった時代の昭和30年代ぐらいしかないあったんじゃないかっていうね。えー じゃあ30年代の踏み切りを見てた可能性がある。なんかわかんないですよね。うわ、すごい体験ですね。でも一応引かれてはいるんですよね。そうです多分。あと、あともう一つはあの、あれですよ、あの。大阪、大阪してる時に、秋、秋頃走ってる時に、指南してる時に。はい 当時、はい、土曜の晩になると大阪の万博公園でオートバイ乗ってるやつがバーっと集まって、はい、なんか暴走族ごっこみたいなそんなことしちゃうんじゃ、うんぐる,ぐるぐる回ってそ、はい、でそこに行こうと思って <laughs> <laughs> で行ってたら <laughs> 霧が出てきちゃって、えー、道分かんなくなったんですね。 美濃,美濃の山の上にあるカツオ寺っていうところにいたんですよ、はい、えぇ、ー、カツオ寺ってお寺の近くにいたんですよ、はい、山の上山の上、えー、で、山なんか登ってないしなんでなんでこんなところに乗って <laughs>、はあ、っていうのがあったんですねえぇー瞬間移動してますねううすっごい量じゃないですかだからあの回数が多いというか、うん、バイク乗ってる時ですねでもバイク乗ってる時ですねバイク乗ってる時以外はないわけですもんね なんかバイクにあったのかなまあ、何な,なんですかね,ねそんなパラレル体験ないですよね、普通 <laughs> そんな瞬間移動道路、道路ででも何時間も伸びてて、はい、道行く人も、はい、通報もしないしいや、おかしいおかしいでその気がついた時も車一度も取ってないですよね、でもねいつもあったらいっぱい撮ってらっしゃなのにんなんで車がいないんだろう、みたいなね踏切も変ですよ、やっぱり人が倒れてたら 今,今地図にどう見てもどこにも踏み切りないんですよ42号線に。で確かに42号線走ったはずなのに何で踏み切りないんだろうと思ってで 70, 70何年当時あったんかなと思って言ったらいやーそういうことも書いてないし昔は踏み切りがあったんだけど全部交換させしたとかそういう記述がないんですねうんないんで何なんだろうみたいなね その電車は今は地下を走ってるとか今は高架走っているのかっていう,う高,高架になったりあの立橋になったり42号線のほうが、ん、どこもこうでふきになってないですんなるほど踏み切りはないんですね前田さんはそれをどう解釈されてます例えばその時空の歪みだと思われてるんですかいやその時は、はい、あのいやもう事故ってオートバイ壊れちゃってちょっと大変だったけどあの大き、はい OK、な調べてよかったなみたいなね って思ってて、そその当時もそれでおしまいですよね。それ以上何も考えなくて、うんうん、も元は壊れて、いやおままたお金かんなって,言って。<laughs> そこそれにやっぱり集中しちゃいますよね。今考えるとどう思われます？そういうことってあるんですかね、なんかでも今今普通に考えると、はい、あのハンナドールの剣も、四十二銃の件も、四十二銃ののが深夜つっても多分一時と二時とか、はい、それだと思うんですよね。うん 朝日でですか時間そう、の間車一台も取らなかったって言ってありえないと思うし「はんな道路」って言わもなおさらねあんなところで何時間伸びたらそうですよね。車何百台も取るのにありえないと思うね。むしろそれで引かれてそうですよねほんでこうやって気圧た時も車一台も取れなかったんでなんかいやすげえ不思議だなと思ってねほんでねそれから今でもそうなんですけど疑問に思うことが一つあるんですよはい。 富士山でしょ富士山。はい、富士山の形が、俺の知ってる富士山の形と違うんですよ。え <laughs> 今の富士山って、こうなんて、こっちちょっとポッとなっていいじゃないですか、こうやって。そうです昔の宝永の噴火口が、ちょっと、ビョッと出て、はい、こうなってんじゃないですか。ああ、そうなってますか。俺が知ってる富士山って、それがあんまりなかったんですよ。なかったっていうか、うん、富士山の絵を描くと、宝永の噴深く、もうちょっと後ろにあって。はい、富士山の形、もっと綺麗ですよ、こういう。ああ<ー>。今の富士山っていう、こうって、太平洋から見ても、な、なんか、なんか。 ボコっとこうなってるああなってますね。はい。でそれはなかったんですよね。え？俺がよく知ってる富士山は。はああどうだろう。それはい。山梨側から見たからっていう。ん,うん角度。いやーち違うね。だからあの俺が知ってる富士山はもっと宝永の噴火後がいや山梨<ー>山梨県よりだったんだね。<う>太平洋側から見る富士山にはこの宝永の噴火後がこうやって。 出っ張って見えないんじゃない。はい。で、あそこ気づいてる方いらっしゃるかもしれないですね。あの属にマンデラ効果ってやつだと思うんでけどいます。それそれはね、はい、おもうどう考えてもなんか俺は覚えてるフィジさんと違うんで。記憶が違ってるんですね。う、全然違うんですよね、フさん面白ちょっとコメント欄で私もっていう方がいたらちょっと教えてほしいですよね。うん、そう。え、さこの世界線がちょっとずつずれてってるってことなんですかね。うん、でもあのあの頃からなんかこういろんなことが 自分の周りで変化してったなっていう感じはなるんですよね。確かにね。その事故のあたりから。そう,そう事故のあたからね。変化というのは格闘の道が開けたとかそういうことですか。いやもう夢にも思ってなかったよう、ね、なプロ格闘家になるとかあの頃じゃあそういうことをちょっともう頭の隅にあって考えたかったら全くないですよね。でもそういう不思議体験を重ねてなんかこう出会いとかも増えてきたみたいな。そうですよね。急に急に急に自分の周りがいろいろ動き出して。 うん、なんかいろんな人に出会ったりとか、はい、まあ影響されたりとかかなんかありましたねやっぱり何らかのこう神秘的な力というか前田さんがなかなか格闘にこう向いてくれないから、うん、あのそういう運命を変えるなんかそういう,こう誰かが仕組んだのかもしれないですよね。どうなんですか,、ね、かそれだとちょっと話が辻褄が合うかなって思います。うん、うん 前田さんがプロ格闘家になる道を作ってくれたんです、ね。でもね、オートバイから 20, 20メーターぐらい飛んでるのに、はい、なんかビック引きながらでも歩ける、ザーッとこうやって擦り傷がこうやって、あ<ー>とまあかむけして血が出ているのはありましたけど、はい、あのー、病院ってギブス食べなきゃいけないっていうのはケアはしないんですよね。タフですね。いや、ね、当時の自分って 1>,、はい、1メーター1メーターも90近くあって。<laughs> 九勝って、七十キロとか、七十三キロぐらいですからね。ええ、ほっそり。はい。なるほど。だ、そん、そんなあんな気がしなからで。うけ原も知らないのに。なんで気がしなったんだろうって思うよね。うん。歯とかも全く折れず大丈夫です。いやすごいです。でもね、ヘルメット割れてましたね。二回とも。ええ。ヘルメットはね。やっぱ、おかしいですよ。やっぱ、やっぱ神秘体験ですね。間違いなく。守ってくれたんだ。 いやすごいお話をありがとうございました、うん。チャンネル登録と高評価をぜひよろよろみたいな。<laughs>